ザ・ウィスパーは、福岡県久留米市で2003年に結成された、ロックバンドである。メンバーは、ヒホ、マサトモ、ヨウジ、タクヤ、イケチン、マコトウエノ。2003年5月福岡県久留米市にて結成。2006年にリバーサイドスタジオよりデビュー。2013年6月より、活動休止。2003年5月福岡県久留米市にて、高校の同級生を中心に結成。 その後、九州各地でライブ活動開始。結成当初から多くのメジャーアーティストのツアーサポートを務める。2006年3枚のミニアルバムを連続リリース。代表曲、晴れ、レルヤが福岡放送、FBS ミュージッククラブエンディングテーマとなる。同年にドラムロゴすぎてワンマンライブを開催。その後も、ゼップ福岡に出演など、活躍の場を広げる。 また、24HTV にて、FMC スペシャルライブも披露している。2007年には、状況を決意し、8月に、地元久留米の六角堂広場で行われた、ザ・ウィスパー、出港ワンマンライブ、私を東京に連れてって編では、地元在住のアーティストとして、異例の動員数を記録する。2007年9月に状況。2008年12月ファン投票により、フルアルバムをリリース。 全国33カ所のツアーを行う。2009年7月上京5発となるワンマンライブを渋谷にて開催。2012年4月11日にロックベリーレコーズよりニューミニアルバムパーティー・トゥ・ナイトをリリース。ツアーファイナルを下北沢レギュラーにて行う。2013年6月30日10周年を迎え、福岡、渋谷でのワンマンライブを観光した後に活動休止。 ありがとうございます。